今日のゲストはね、はい、僕が直引きしてきたみたいですね。え、出てくれんのっていう。よくお付き合いが。いやいや、そんなにないんですけど、はい、出ますよっていうから、ほんなら直引きですね。直引き直引き、はい、引っ張ってらっしゃいました、はい、早速ご紹介したいと思います。今日のゲストは小澤征悦さんです。どうぞお入りください。こういう筋なし、いわゆる何にもないところから二人で芝居を作っていく。ふざけてますか。ふざけてます。なんかおもろいラフな人ですよ。プラーと飲みに来るっていうか、来たのっていうぐらいの感じだったから。暇も飛び出してくるのかと思うぐらい勢いよく上げて。いやだって初めてのドアだからどんだけ重いのか分かんないじゃないですか。ガッてやったら意外にこう打っちゃったんだ。まあどっちかですよね。初めてのドアだからこうやって恐る恐る引いて、あ、どうもって恐縮して出てくる人もいるし、初めてのドアを力入れて入るような性格。そういう性格なんですね。そう、そう、もう 3D でこうわー出てらしたんですよ。それではやりましょう。はい、はい、そんなお二人に演じていただきます即興ドラマの設定は、本日は警備室をご用意いたしました。どうぞご覧ください。警備室、ザ・警備室。窓口、はい、大外もあるんですね。どっかの会社やな。どうぞどうぞ、あの実際に動いてみて、はい、いろいろ、はい、落ち着きないよ。案外ね、いい家庭に生まれながら落ち着きないね。これなんか他の建物の中ですね、警備室だから。あ、これまあ、こんなんやってて、ね、これえ、ね、素晴らしい。すごいですよこれ、うん、これ CBC のCBC のどっか、うん、どっかやね、映ってるっていう。持ち道具、どうしましょうか。持ち道具も、はいはい、でも2人ともそうですよね。ユニフォームはお召しじゃないわけですよね。あ、鶴瓶さんこれ、いやこれ、うん、この人がそうそう、ユニフォームっていうのも考えたんですけど、そうするとなんか ね警備員さんになっちゃうので。カバンどうぞ。持ってもいいですか。はい、もちろん持ちたいなと思うものを持っていただいて、はい、使わなくても結構ですし、はい、持って。即興ドラマの設定ですけれども、はい、さあそれを決めてもらいましょうか。それはだからあの人に決めてもらいましょう。はい、どの人ですか。あのメイクさん、あの僕がいつもお世話になった岩井さんです。岩井さん、どうも岩井さん。ザクッキン、俺ここにいんの。俺ここにいんの。じゃあ鶴瓶師匠が入ってくる。入ってくる、はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました。じゃあ中にお好きなところにいていただいて、はい、なんか緊張とかあまりなさらない感じですね。いやだからさっきも言われたんですけど、はい、僕ものすごい緊張今してるんですよ。今ものすごいしてますよ。何かそれを分かるようになとこないですよ。何も緊張してるっていう空気感が、うん、どう言ったらいいんだか分かんない。俺の気持ちがどう言ったら伝わるのか。あ、ごめんなさいごめんなさい、そんな目されたらちょっと困っちゃうから、ありがとうございました。はい、それでは参りましょう。カウントダウンお願いします。即興ドラマ収録10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3。ないよ。
なんで分かった。久しぶり。何やお前。久しぶりやな。びっくりするな。不安って現れるからな。不安っていつも不安って。それお前だろ。とにかくちょっとこれ用事あるから。ちょっとお前どれぐらいおれんねん。もちろんお前帰ってくるの待ってるよ。ちょっと行ってくか。こんなお前びっくりするな。夜中やでよ。お前がいるとは思えなかったな。お前見えにくいからな。気ぃつけろよ。うん、前もそう言うて捕まったんやからな俺。お前の気ぃつけろが怖いわ。なんてあったんか。びっくりしたよな。ほんまに久しぶりや。うちにさ、うん、うち帰ったらさ、うん、郵便ポストにまたいつもの手紙が入ってさ、切手の貼ってないやつ、またここに来いって言われてたからさ。まあおめえがいるんだろうなと思ったけど。俺はもうどないかしてこの会社潰したろ思ってるからな。お前わかるか。お前え、しょうもないことで7年も入れられて。ここの社長もそうやな。この会社吹っ飛ばしたろ思ってな。とにかくあの金の隠してるとこどこか分かってんやろお前。それバレないとこに置いてあるよ。やっぱお前やな。お前ここの社長とも部長ともみんなグルやろ。だったら何だってんだよ。いやいや、だったら何だってっていうの。7年の入ってた分だけ俺にお前。悪かったと思ってるよ。悪かったにやったらその形だけでも表してくれや。形だけでも、うん、まあな。持ってきてくれ。誰が持ってきたっつった。入ってるかもしれない、入ってないかもしれない。ただ鍵は開かない。暗証番号俺しか知らないからな。おい、あのさ、俺お前に謝りたくて来たんだよ今日。もうお前が7年食らったのはな、悪いと思ってるよ。でもさ、楽しかったじゃん。マオってやついたじゃん。髪の毛クリクリでさ、いつもニコニコ笑っててさ。言ってた言ってた。マオはね。あいつ今どないしとんねやろな、うん、死んだよ。川上はまだ何も見つかっとれへんのか。お前と一緒に来るか。マオはなんで死んだよ。ヘマしたからだ。俺は1億もらう権利あんねんで。1億な。1億。この鍵違うやないか。
この鍵違うやないか。ああ、これ違う。これ違うな。間違えちゃったよ。お前不思議なやつやな。何が入ってきてもお前の体が見えなかったっちゅうのはどういうこっちゃ。何にも見えなかったやで。お前がいてるということも分からへんかったやん。だからあの時デカバー入ってきた時もお前体消えたやろ。何やそれ。不思議なやっちゃで、みんなが捕まってもお前だけ捕まらへん、そういう実があんのか。お前俺逃げたと思ってんのか。今もここや。俺が入ってお前誰もおめえのもとふわーっと現れてないか。何やお前、気持ち悪いやっちゃな。おい、謝んねえと謝れ。ちゃんと謝れ。ごめんなさい。おい、今見えるだろなあ。あのさ、お前に今日伝えようと思って来たことは、お前病気だぞ。え、自分で気づいてないと思うけど、お前病気だぞ。そんなさ、人間が出てきたり消えたりするわけねえだろ。普通に考えてみろよ。あ、俺のどこが透明なんだよ。見てみろ、どこが透明なんだよ。ほら、物だと思ってみろ。ほら、あ、なんでお前だけ見えなくなるんだ俺のこと。あ、あ、また見えねえのか。見えなくなってんのか。はい、ほら、お前だからあの時失敗したんだよ。それで7年食らったんだよ。覚えてねえだろ、自分が何やったか。俺だけじゃねえんだよお前が見えなくなるの。お前がさ、忍び込んだ時俺隠れて見てた。あの山はな、実は全部バレてたんだよ。警察に張り込まれてたんだよ。計画を中止する前にな、お前に伝えようと思ったんだけど、もう遅かった。お前も動き出してた。で、お前は周りに警察がたくさんいるところに一人でのこのこと忍び込んでった。なんだかわかるか。おめえが警察見えなかったんだよ。俺だってこんなこと言いたかねえよ。この中何入ってると思ってんだよ。金ちゃん。金？1億？お前7年食らった男にさ、俺がさ、はい、ありがとうございましたっつって1億渡すと思うか。なあ、なんだよ、なんだよ、やんのか、おい、やんのか、おい。あ、お前今見えんだろ俺のことな。よかったな見えて。あ、よかったな。ああ、何しようとしてる。おい、チェーホフって読んだことあるか。その一節にな、物語に拳銃が出てきたら
その拳銃は発射されなければならないっていう言葉があるんだよ。この中に何入ってると思う？なあ、まだ見えんだろ俺のこと。見えない方がいいかもね。もしかしたら今は。あの時使ったやつだ。お前が間違えてぶっ放した拳銃だよ。まあ別に今日お前のことどうこうしようって気はねえよ。ただまあ一応な、物語に拳銃を登場させただけ。はい、 OK です。すごいだろうね。どうしようかなと思って。いやでもあれすごいキーワードよ。改めまして本日のゲストは小澤征悦さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。まあ今回はほとんどもうパーンと渡したら全部作ってくれたよか。いや僕最初あの消えるって言われた瞬間にもうなんか頭の中真っ白ですよ。でも俺はずっと気になってた、座ったことをちょっとコントにしようかなと思ったけど一つ間外れたから、すまんすまん、どう久しぶりやなやったらええねんけど、うん、それができなかったから。なんでできなかったですか。なんか知らんけどできなかった。そういう空気感じゃなかった。もうこの顔やな。もうね、シリアス、ね、ハードボイルド。ただ緊張してるだけ。違う違う、犯罪の顔やもん。犯罪の顔になってるから犯罪者で行こうと。俺こそどれやねん。じゃあ絶対コソドロ。コソドロですね。完璧な、うん、いや俺何やってんのかなと思って見てたんですけど。見てますよね。俺こっちは見えんのもう全然。このそういうじっと見られてるのは分からへんね、うん、普通やったら分かんなかったんですか。いや見られてるよ。でも普通やったら声かけてくれるよ。かけますよ、ね、おいとか、はい、ね、で何も声かけないこのままずっと進んでたんや。なんで声かけなかったんですか。いや何やってんのかなと思って見てた。その知った人だって俺の中でなんとなく設定としてね、あ知ってるっていうのあったんで、あ、で、あまたこいつこういうことやってんなっていう、知ってる人だとしばらく、うん、あの放置して見たりしますよね、うん、気づくまで。座られるまではね。座られた瞬間にこれなんか違うなって。なんか世界観が違うぞ。ないよ。ないよって言うからもうこれはもう全然相手にせんとこもだよ、うん、ないよっていう。その時は見えないっていう設定とかは考えてない。関係なく。あ、この時はまだ見えない設定じゃないんですか。いや気持ちの中ではそれ、ね、でもなんかとてつもないおもろいことにしたいなと思ってたんよ、うん、これおもろい絵やな。後ろの人ね。これね、この時頭真っ白です。膝の上だ、膝の上だ。もうなんか驚くわけにもいかないし、やられるままですよね。これね、でこっからまあどうしようかな思って。俺は1億もらう権利はんねんで。1億な。1億。この鍵違うやないか。これ大好き。もうすごく嬉しかったんですよ、うん、あの鍵本が、ね、なんかそのなんていうんですかね、男同士のこうぶつかり合いの時に、うん、こうなんかこう物を投げる、ね、存在に物を投げ返されたりした時に、そこでポンって切れる瞬間ってなんか、ね、なんかあるじゃないですか。そういうなんかそれこう、まあ、芝居の中でね、うん、何するんだよ、うん、はいはいはい、それすごく嬉しかったです。入ってきてもお前の体が見えなかったっちゅうのはどういうこっちゃ。何にも見えなかったよね。お前がいてるということも分からへんかったよ。だからあの時
デカバー入ってきた時もお前体消えたやろ。なんやそれ、不思議なやっちゃで。ストップ。これで何を言うてんのか分かった、うん、分かりました分かりました、もちろん分かりました。でこっからですよ、こっからやな、こっからその消える消え俺消えんのみたいな。これよね、この部屋すごいよね。本に書いてないねんで。ねえ、ここで笑おうと思ったのは何でですか。分かんないです。ね、分かんないよ、分かんない、本当にもう分かんない、うん、だから多分ね、いろんな芝居やってる中に別に泣いたこともそんなんないやろうけども、こんな芝居もないんやろうけども、あのもう本当野球みたいなの取ったらこう投げるっていう瞬間の芝居やね、うん、あれなんか本当に、うん、なんか意味はないのよ、いちいち考えたらこれできるもん、うんうん、これできないですよね、うん、そうか、反射的に体が伴ってる、ね、感情、向こうの感情を受けた上での芝居なので、だから若い人はこれできんと思う、あの役者やりだした頃の人はこれは無理やと思うね。あのさ、お前に今日伝えようと思ってきたことは、お前病気だぞ。これはでも鶴瓶さんのこの立ち居振る舞いを見てて、うん、怯えているというか、うんうん、何かに対してこう小動物みたいに、うん、そこであこれだと思って、見えたり見えなかったりするっていうのは絶対にこうと、うん、まあまあね、メンタルなことだなと。だから、うん、この瞬間に俺は消えてないって決めた。なるほど、もうそこはもう俺は消えてない。何しようとしてる。おいチェーホフって読んだことあるか。その一節にな、物語に拳銃が出てきたらその拳銃は発射されなければならないっていう言葉があるんだよ。これははっきりスラスラと出たね。いやいや、まあまあそれは好きな、まあ、好きな言葉なんだ。ああ、好きな言葉なんですか。あの、うん、まあネタバラシすると、はい、あの村上春樹さんの1984っていうあの小説、うん、あれの中にその、うん、今みたいなチェーホフ、その登場人物がそういうこと言うんですよ、うん、あこれ面白いセリフだったね、うん、いやありがとうございます。いやいや、でも本当この持ってらっしゃる雰囲気をフルに生かして、 そうですよ。そしてね、緊迫感がすごいんですよね、この私たちも。それ本人の緊迫感 や俺のただ緊張感だと思いますよ。いや筋なしに出るという緊張感。いやよかったね、今日はやっぱり ね、劇っぽくなりましたね。やっぱり急にチェーホフとか言われるともうなんかなビシッてしまいますね。あんなんちょっと入れたいよな、俺もどっかでパクってこう。そう、タイトルどうぞ。ね、タイトルね、悩んだんですけど今回は告知ねというタイトルにしたいと思います。なるほど、はい。